今のところですね、えー、少なくとも4月いっぱいは台風発生の兆候というのは見られないんですけれども、GFS モードにおきましてはですね、一番先の予報、4月29日月曜日の夜8時の予報では、パラオ諸島よりもさらに南側の海上、フィリピン海で活発な対流活動を表す熱帯、上乱の低圧部、気流の渦が現れ始めております。 中心気圧が17ヘクトパスカル、周辺の最大風速はせめて一桁台なんですが、この続きをですね、トロピカルテビットの GFS モードで見ますと、4月29日の夜9時から続きを見ることができるんですが、もうすでにパラオ諸島のさらに南の海上のあたり、フィリピン海で、大流活動を表す熱帯上乱の低圧部がですね、発生しておりまして、ゆっくりと と北西の方はへ進みながら徐々に徐々に成長発達をしてくる最新情報が発表されております。いよいよ台風第1号発生の兆しがトルプカルテビットの2週間以上先の予報で出てきたと。 いうところなんですが、海面水温26.5度以上、27度、28度、29度の高い水温が記録されております。このプロット画像を見ますとですね、今すぐにでも台風が発生してもおかしくない海面水温が広範囲にプロットされておりますので、引き続き注意を要する状況ではあるんですが、 海面水温が高いという単一の要素だけで、えー、即座に熱帯低気圧が発生して、えー、台風へと成長発達するというわけでもございません。台風速報の時間がやってまいりました。2024年4月の20日土曜日朝7時46分41秒現在の台風第1号 E ウィニアの候補となる卵。 熱帯低気圧及び活発な対流活動を表す熱帯上乱の低圧部の発生予測に関する最新情報を速報でお伝えします。今ご覧いただいておりますのはアメリカ海洋大気庁 NOAA が提供する大気循環の気象モデル及び国際環境予測センター NCEP の気象予測モデルが提供するアメリカ国立気象局ナショナルウェザーサービスの気象データがベースとなる コンピューター解析による全球数値方システム、グローバルフォーキャストシステム GFS モードになります。今現在日本列島の東北地方の東の海上に位置しております、こちらの気流の渦。 中心気圧は971ヘクトパスカル。周辺の最大風速毎秒21メートルとですね、台風の規定値であります、毎秒17メートルを超えております等圧線が描かれておりますが、今現在台風は発生しておりません。これは気象庁の最新情報なんですけれども、更新をしましてもですね、台風情報を発表していませんということですから、こちらの等圧線は台風でないということがわかります。日本列島がこの位置にあります。 こちらの圧圧線、中心気圧は 995hPa 周辺の最大風速高いところですと毎秒19メートル差し,差し示しておりますがこちらも台風になる可能,台風になる可能性はあほぼほぼゼロに等しいと言える気流の渦であることが言えますえその理由は先ほどお示ししました通り日本列島の近海からです、ね、発生してきていると圧線だからなんですね。 通常台風というのは熱帯地方ないし、まあ熱あ、熱帯地方から発生する台風もごく稀にあるんですけれども、非常に高位度、日本列島の近海からですね、発生してくる等圧線なので、全くゼロとは言いませんが、こちらの等圧線もそうですね、台風になる可能性というのは極めて低い等圧線であろうと。 お、いうことが、私の個人的な感想になります。そして、一番先の予報、GFS モード、4月29日、夜8時までご覧いただくことができます。この時にですね、怪しい不穏な気流の渦が現れ始めております。場所がですね、フィリピン海、マリアナ諸島の南側の海域、パラオ諸島よりもさらに南の海上、中心気圧1007ヘクトパスカル、 周辺の最大風速高いところですとすべて1桁台の最大風速しか表示はされておりませんが非常に怪しい台風第1号、イーウィニアの卵となりそうな 熱帯低気圧の等圧線が現れ始めております。予報日時、4月29日の夜8時、この続きをですね、トロピカルティビットの GFS モードでご覧をいただきたいと思います。4月29日の夜9時から続きをご覧いただきたいと思います。ここです。やはり出てきますね。 台風第1号の候補となりそうな熱帯低気圧の討伐線が現れてくるのはお分かりいただけましたでしょうか。この線になります 一番先の予報5月5日の夜9時までご覧いただくことができるんですが、この時の進路予想、フィリピン・ルソン島の東の海上のフィリピン海、上陸線とする最接近の位置にまで中心気圧941ヘクトパスカルの状態で最接近しているのはお分かりいただけますでしょうか。いよいよ台風第1号発生の兆しがトロピカルテビットの2週間以上先の予報で出てきたと。 おいうところなんですが、続きまして、ヨーロッパ中期天気予報センターの気象モデルをベースとします。ヨーロピアンセンター4ミディアムレンジウェザーフォーキャスト ECMWF モードで大気循環の移り変わりご覧をいただきたいと思います。こちらの等圧線、例によって今現在台風は発生しておりませんので、台風第1号の等圧線ではございません。 ECMWF モード、一番先の予報、4月29日、月曜日の夜8時までご覧をいただくことができますが、ま、ったくもったー不んな動きなし 非常に平成かつ穏やかな太平洋。フィリピン海の大海原が映し出されております。あくまでも予測ではありますが、台風第1号、e ィニアの発生の兆しなしというのが ECMWF モードの最新情報となります。ドイツ気象局、ドイッチャ・ウェタディーンツの気象モデルをベースとします。 アイコンモードでもご覧いただきたいと思います。こちらは5日間予報になります。例によって日本列島近海にあります、こちらの等圧線、台風ではございません。続きまして、今月あたりからでありましょうか。新たに加わりました日本の気象庁ジャパンメテオロロジカルエージェンシー。 メソスケールモデル。こちらはですね、アイコンモードよりもさらに短い3日間の予報期間で、かつですね、見れる範囲も非常に限定的ではありますが、まあ、日本の気象庁ではですね、今のところ台風の発生情報というのは発表されておりませんから、予想される期間というのも短めなのもわかるような気がいたします。 日本の気象庁のですね、メソスケールモデルは、4月23日の午前3時までご覧いただくことができます。台風第1号発生の兆しというのは、日本列島近海では今のところ表示をされておりません。続きまして、米軍 JTWC、ジョイント台風ワーニングセンター、アメリカ海軍の合同台風警報センターによります、衛星画像、最新情報でご覧いただきたいと思います。イシュタイム 飛行時間が19日の1800ズールですから世界協定時になっておりますので日本標準時に換算をいたしますと本日20日土曜日の午前3時点の衛星画像ということになります、えー、この停戦の枠内が北西太平洋アビリーピエイテッドパシフィックウエスト統計100度から統計180度 そして、北緯60度から北緯0度まで、赤道までですね、の間がですね、台風の監視領域ということになるんですけれども、ノーサスペクトエリアズ、疑わしい領域はありませんという表示が記されております。JTWC 熱帯警報、北西太平洋、北インド洋、中部太平洋、東太平洋、または南半球では活発な熱帯警報はありませんという 開封速報。続きまして、海面水温の方をご覧いただきたいと思います。4月18日ですから、2日前の海面水温の実況図になります。実際のデータ画像ということですね。この横線が赤道になります。 えー、赤道付近真っ赤っからマックス30度の海面水温がプロットされております台風が最も発生しやすい熱帯地方、えー、つまり北緯5度から北緯25度あたりまでのですね、えー、熱帯地方こ,このフィリピン海、えー、この領域 台風発生の重要な条件の一つであります海面水温26.5度以上27度28度29度の高い水温が記録されておりますこのプロット画像を見ますとですね今すぐにでも台風が発生してもおかしくない海面水温が広範囲にプロットされておりますので引き続き注意を要する状況ではあるんですが 海面水温が高いという単一の要素だけで即座に熱帯低気圧が発生して台風へと成長発達するというわけでもございません海面水温の予想図をご覧いただいておりますで見れる範囲なんですけれども北緯20度よりも北側、日本列島の近海のみ、えー、しか見ることはできませんが一番先の予報はですね5月18日までの1ヶ月間予想をご覧いただくことができます こうして見ていきますとですね徐々,に徐々に日本列島近海特に南側の海面水温が上昇を続ける予想がお分かかりいただけますでしょうか日本列島近海でこれだけ海面水温が上がり続ける予想が表示されるということはですねさらに南側の熱帯地方ないし亜熱帯地方 こちらの海域ではさらなる海面水温の上昇が予想される、えつまりそれだけ、えー、台風発生の機運が高まりつつある時期にいい到来しているというのがお分かりいただけようかと存じます。 ただ、先ほども申し上げましたようにです、ね、台風発生の条件というのはいくつかありましてです、ねまあ、主に海面水温26.5度以上という条件の他にですに5つの主要な要素ファクターが複雑に絡み合って初めて熱帯低気圧が発生して台風へと成長発達するというのが台風発生のメカニズムになります。 まもちろんね、えー、海面水温26.5度以上のほかに6つの条件全てが揃わないと熱帯低気圧が発生して台風へと成長発達しないというわけでもないんですがここの部分におきましてはですね詳細は他の動画でまとめてありますのでご興味ある方はぜひそちらをご覧になられればと思います。台風速報 えー、それではままとめに入りましょう、えー、今のところですね、えー、少なくとも4月いっぱいは台風発生の兆候というのは見られないんですけれども GFS モードにおきましてはですね一番先の予報4月29日月曜日の夜8時の予報ではパラオ諸島よりもさらに南側の海上フィリピン海で活発な対流活動を表す熱帯上乱の低圧部気流の渦が現れ始めております。 中心気圧が17ヘクトパスカル、周辺の最大風速はせめて一桁台なんですが、この続きをですねトロピカルデビットの GFS モードで見ますと、4月29日の夜9時から続きを見ることができるんですが、もうすでにパラオ諸島のさらに南の海上のあたり、フィリピン海で、対流活動を表す熱帯上乱の低圧部がですね発生しておりまして、ゆっくりと 北西の方角へ進みながら徐々に徐々に成長発達をしてくる最新情報が発表されております引き続きですね台風に関する最新情報注意深くこまめにチェックをし続けていただければと思います私からは以上となります アイコンモードル日本標準値に換算を置いたします。